皆さんこんにちは。ニンニクの芽から始まる大根ファミリー。今回は師匠のエリアで育っているネギを私のエリアにお引っ越ししている様子をお届けしています。ネギ綺麗でしょ。この方が出るんだ。で、2本ずつぐらい出た。ならから。これぐらいね。日本か小さいのは3本ぐらい。日本ぐらいで。この小さいのは3本ぐらい。あのね、うん、里芋のたな種あるもんで、ここでこう入れるとね。ここ1キロ8個ぐらいか9個ぐらい入ったやつを買ってきて。売ってるね、今日すごい売ってたね。うん、北あかりが。あ、北あかりあったね。北あかりが一番いいのかな、うちの。こういう。横に。こういう、そういう。はい。あんまりやらんでもいい。夏はもうやっちゃいかん。夏はもうね、根が隠れるぐらい。あったかい？わー、ありがとう。これ、あ、これ食べていいやつ？いや、あ、これ食べていいやつ？これは食べよう。食べることばっか。ちょっと怖かった。水菜泥棒。いいえ、違います。収穫です。入った入った。ててててて。え、これ何やってんの？こないだの弁当。うん。卵焼きだと思ったでしょう。いや、さすがにそうだと思うけど。これね、そう。ご飯巻いたんだよね。わー、なるほど。美味しかったでしょう？うん、美味しかった、美味しかった。よし。これさ、2つ目はさ、うん、ちょっと味変したんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう、見ててよ。ケチャップ。おお。お、これま、なんかまたやることして。ああ、鮭ね。鮭を焼く。鮭を焼いて、で、ここ、海苔ね、海苔、海苔、海苔を切って。虎年だからね。なるほど。で、ここでしっかりと焼くのか。もうセッティングに入りました。ここでね、乗せて。完成。
It's been so cold since you